日光市に本社を置く東部グループの交通事業者で日光市内にてタクシー、路線バス、貸切バス、ロープウェイなどを運営している東部グループにおけるバス及びタクシー事業者として旭自動車による朝日自動車グループの統括下にある日光営業所ダイヤル営業所宇都宮営業所、絹川営業所いまいち営業所高徳営業所 乗り場機能は現存湯ニシ営業所乗り合い車両。朝日自動車共通塗装に、日光2008年に鬼怒川地区を営業拠点としていた東部ダイヤルバス株式会社を日光交通が、九州合併、日光交通ダイヤル営業所とし、日光、下、今いまいち、鬼怒川温泉、ユニシ温泉エリアにて路線バスを運行している。 元東部ダイヤルバスの事業のうち、木の川地区のホテルと木の川温泉駅間の共同送迎バス。統合後もブランドとしてダイヤルバスの名称を使っていたが、現在は木の川温泉駅ホテル間循環バスという名称となっている。木の川温泉駅発は12時から19時1分ぎの電車の到着を受けて木の川温泉街のホテル、旅館を回る。各ホテル、 旅館発絹川温泉駅業は8時から10時40分の間20分間隔で運行しており、事前に各ホテル、旅館のフロントへ申し出る必要がある。乗り合い車両または中型、小型貸切車が使用される。絹川温泉駅から各ホテル、旅館を回り、東部ワールドスクエア及び日光江戸村へ向かう。事前に各ホテル、旅館のフロントへ申し出る必要がある。 日野川温泉駅と東部日光駅及び西三道を結ぶ予約制の直行バス。2019年時点では1日に往復設定されていたが、2020年4月から当面の間運休となっている抵抗外バス、渡すげダイヤル営業所で受け付けている。日光交通、旧東部ダイヤルバス双方が営業していた事業。以前は、 日光地区の定期観光バスも運行していたが、東武バス日光に移管されている。詳細は、明智平ロープウェイを参照も、ともとは、明智平といろは坂の下にある、馬返しを結んでいた日光工作鉄道線4月1日廃止、や、パノラマレストハウスなどとともに、東武鉄道が所有、運営していたが、1985年4月1日に、譲渡された。 タクシー5人乗りのセドリックと9人乗りのトヨタハイエースで運行されている。観光モデルコースも存在する。当社では複数のカラーリングが混在する。なお、ダイヤルバス営業所の車両は東部ダイヤルバスの車両を引き継いで営業している。ありがとうございます。